本日は JTB の旅行券を使いに恵比寿にやってまいりましたよ。アトレと言っていましたが、どこですかね。おっと、あったあった。栗尽くし大福。季節がすっかり秋ですな。で、JTB は6階だけど、とりあえず屋上チェック。どうでしょうか。おっと、いい感じでガーデンが繰り広げられておりますね、と思いきや、今日は雨で閉園だって。せっかく雨が上がってよかったなーって思ったのに、残念。んー、菜園カウンター？そこが畑なのかな。じゃあ、蒲田で買ってきたたい焼き、フニータと一緒に食べよっかね。栗入りのこしあんの香ばしいたい焼きでございました。美味しかったね。ではでは、腹ごしらえも済んだしね、目的地の6階へレッツラゴー。で、今左端におって JTB は2番右端やね。はーい、まっすぐ突き進んでだな。おー、さすが恵比寿車両つでございますね。私に食べられるランチはあるかなって見てたよ。旅行券があって、これをなんか使いたいなと思ってるんですけど、はい、なんかおすすめないですかね。3000円分しかないのでね、なんか、そうですね、旅行券でなんか楽しく使える方法はないかなと思って。あれば、そうですね、箱根のお茶中のロマンスカーなんですけど、お手数料が特大以内に1100円かかってしまうので、3000円ちょっとです。100円分で なるほどね。乗ったことのない電車とか乗れると楽しいかなとは思ったんですけどね。もちろん小田急だけじゃなく私鉄も全部ほとんど結構やってるんですが、手数料がとにかく1100円かかるんですね。へー、じゃあ普通の電車の切符だったら手数料はかかんない感じなんですか。JR だけかからないだけで、それ以外の私鉄さんは全部。なるほどなるほどなるほど。 JR っていうことは新幹線も手数料はかからない。かからないです。東京からそうですね、小田原まで行くと、まあ、本当に短い距離ですけど、片道だけ例えば小田原まで新幹線に行って、なるほど、あとはゆっくりと乗車券だけで帰れる。東海道新幹線では東海道っていうので、在来線で帰ってくるっていうのであれば、山わさびとエビ味噌、はい、こちらの旅行券、お湯が沸くまでの間に覚えてる内容をご説明しよう。まずおすすめなのは、ちょっとした旅行気分で片道新幹線に乗って帰りはどこで帰ってくるっていうのがおすすめで、距離的には小田原がいいんじゃないかということでございました。はい、小田原はこの前行ってきたからちょっと違うところがいいなぁと言ったら、宇都宮の餃子を食べて帰ってくるとかっていう話でございました。でもこの前やったなぁと思ったので、秘密の平日切符はどうかと聞いてみたら、それはいいんじゃないかという話でございましたが、青春18切符を使おうと思った時に行きたいところがあんまりないなーっていうところが分かっていたので思いつかなかったので、とりあえず保留。こちらは日にち指定で購入なので、行く日を決めてからでないと買えない感じでございました。休日の切符も同様です。
で、回数券には使えないということでしたが、それはどういうことですかと聞いたら、新幹線の回数券があるので、それを購入するのには使えませんということだったらしいです。青春18切符にも使えますかと聞いたら、それは使えるということでした。でもそれは発売している時でないと購入できないので、発売していない今は購入ができません。で、飛行機に使うこともできますかと聞いたら、飛行機も使えますが、同じく JR ではないので手数料が1100円かかるということでした。なのでおすすめではないということです。で、日帰りのツアーが夏バージョンだったと思うので、秋バージョンは出てますかと聞きましたところ、9月の30日まで今のツアーだそうですので、まだ新しくはなっていないということでした。そしてバスツアーは今ご案内ができないので、日帰りはおすすめができないということでした。 JTB なのでディズニーランドやディズニーシーのチケットに購入には使えるかと聞いたところ、使えるようでしたが、枠がとにかく今は空いていないということで、一応調べてもらいましたが、空きはゼロということでした。ディズニーホテルに宿泊の方が優先になるので、その方たちが全部買ってしまうので、原則的には可能ではあるけれども、今まで購入できた方は一人もいらっしゃらないということでした。なので、JTB の窓口でディズニーランドのチケットを買うのは実質不可能ということでございました。そしてこちらを購入する場合には、ディズニーシーかディズニーランド、どちらか決めていただき、日にちを指定して購入ということでございました。そしてこちらの JR の切符が使える JTB の窓口は、ほとんどの窓口が使えるそうです。たまたま私が利用した五反田のお店だけは使えなかったようです。なので皆様はご安心くださいませ。引き続き旅行券を使いたいシリーズ、お付き合いいただけると幸いでございます。いつも見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイナラー。お湯が沸きましたよ。山わさび。指味噌。山わさびかな。北海道産山わさび。いただきます。ごめんなさい。